まだ160度ですね。とっても熱々の状態からスタートします。
中はまだドロドロです。はい、ドロドロの部分まだ100度以上あります。とっても熱いです。絵柄が大きくなったりちっちゃくなったりするので、これ大事な作業です。はい、
次の作業ですね、はい、こちら半分粉にしたキャンディーを奥の大きなフック使ってどんどん伸ばしていきま す、ね、キャンディーの雰囲気がどんどん変わるのでぜひご注目ください。この色を覚えておいてくださいね。全然違うものになります。最初は飴本来のちょっと黄色が高いです、はい、で飴色って言います。Thank you.
お姉さんがですね、実を作っている間にこっちで葉っぱを作ってあげます。はい、thank you.
でしょう。はい、7重柄です。本日はご来店くださいまして誠にありがとうございます。当店ではお客様に安全安心なお買い物をしていただくため、換気の強化、施設や備品の消毒、一部の売り場への飛沫感染防止シールドの設置などの取り組みを実施しております。また従業員の感染予防と健康管理にも十分に留意しておりますので、安心してお買い物をお楽しみください。これで中身がまず完成です。あとはですね、こっちのお姉さんが今こねているピンク色のキャンディーをこちらです。ちょっと前からも出来上がりでございます。はい、もうすぐ完成です。している間にこっちでハサミを使って余分な空気をしっかり抜いてあげます。空気抜きしっかりしてあげると伸ばした時に丈夫で美味しいキャンディーに仕上がります。完成したキャンディーで大体何キロくらいあるか想像つきますか？結構重たいです。はい、結構重たいです。あまりピンとこないです。これだと大体10キロぐらいのサイズで作ってます、はい。今度はこの10キロキャンディーですね。全部手作業で細く伸ばしていくので、ぜひ伸ばすところも見ててください。伸ばす前にもう一回空気抜きですね。巻いた時に入った分をしっかり抜いてあげます。
ずはですね、伸ばしやすくするために端っこにくびれをつけてあげます。このくびれが持ち手の部分に変わるので、ぜひ手元をですね、はい、このくびれの部分から一気に商品の外側までぐいっと伸ばしていきます。ぐいっと伸ばしてますよ。
いらっしゃいませ。